だがしかし、書斎は永遠に密室だったわけじゃない。レシートの封印さえ解かれれば、扉は使用可能になり、脱出可能になる。つまり、夏日おばさんがどうやってじい様を失踪させたかじゃない。どうやって、じい様は書斎を脱出したのかって考えるんだよ。じい様の書斎は、ただの書斎じゃねえんだよな。源氏さんの話じゃ、トイレからキッチン、ベッドルームまである、ちょいとした家並みじゃねえか。例えば、ベッドの下にでも潜って隠れたら、おばさんたちは部屋からいなくなったと思い込めるぜ。エヴァおばさんも、そこまで調べてきたわけじゃねえだろ。そして、おばさんたちは失踪したと思い、海から戻る。この時レシートはもうない。つまり、じい様は密室である間は、部屋に隠れ続け、エヴァおばさんたちをやり過ごした後に部屋から脱出することで、この密室を破ることができる。何よそれ。どうしてお父様がそんな妙なことをして部屋を抜け出さなきゃならないの？荒唐無稽にも程があるわよ。ああ、荒唐無稽かもな。だが、それでも、夏日おばさんが濡れ衣かもしれない可能性は示してる。エヴァおばさんのレシートは完璧じゃねえ。チェスで言えば、チェックくらいにはなったろ。だが、チェックメイトじゃねえ。そして、俺が最高に気に入らねえのは、それを夏日おばさんに釈明しろと迫って、それができなきゃ黒だって断定しようとしたエヴァおばさんのその論法さ。それがまかり通るってんだな。この後ろ宮バトラーに、ここでもう一回チェス盤をひっくり返させてもらおうじゃねえか。エヴァおばさん、あんたの論法によるならよ、あんたと秀吉おじさんが昨日親父たち6人を殺害してからのこのことゲストハウスに帰ったんじゃないってことを、この場で釈明してもらわなくちゃならねえぜ。夏日おばさんに釈明を強いたんだ。あんたにはもちろん自身の潔白を釈明できるんだろうな。じい様の遺産が全部転がり込むエヴァおばさんよ。そうだぜ。エヴァおばさんだって十分怪しいじゃねえかよ。母さんがじい様の最終目撃者だから怪しいって言うなら、エヴァおばさんだって父さんたちの最終目撃者じゃないか。バトラの言う通りだぜ。自分たちは殺してないってことを証明してみせろよ。僕もお母さんの推理は少し勇み足だと思うな。レシートの件は確かに重要なヒントだと思う。でもそれはバトラ君の言う通り、夏日おばさんが何がしかの犯人であることを断定できるものじゃない。僕たちは等しく全員が容疑者なんだ。夏日おばさんだけが責められる道理はない。誇り高きお父様が床に這いつくばってベッドの下に、そんなざれ言で説明がつくと思って。それならエヴァおばさんが先に説明しろよ。6人を誰がどうやって殺して、そして自分が関わっていないという証拠を示してみろってんだ。お嬢様、お嬢様。ジェシカ、しっかり。なんじゃ先生。ジェシカさん、吸入器を早く。ええ、私が持ってきているのがあります。兄貴、ジェシカってこんなに喘息ひどかったっけ？ここ数年でだいぶ悪くなったんだよ。大丈夫な時はいいんだけどね、突然発作が来ると咳が止まらなくなるんだよ。お嬢様、
お薬です。さあ大丈夫かよジェシカ、びっくりしたぜ。大したことねえよ、心配すんじゃねえぜ。確かにバトラ君の言う通りかしら。夏日姉さんが疑わしいように私たちも疑わしさを拭えていない。それを今議論し合うのは確かに不毛ね。明日警察に全てを任せれば済むだけの話よ。でもバトラ君だって知りたいんじゃないの。犯人を、大切な人を失った痛みを思い知らせてやるために一秒でも早く知りたいんじゃない。それは否定しないです。これだけの上等を決めてくれやがった野郎を、たとえ一日であったとしてものさばらしたくはない。でもだからといって18人の中の誰かを疑いたくはない。さっきはああ言ったが、俺はエヴァおばさんだって疑いたくない。俺にとってのエヴァおばさんは茶目っ気があっていつも楽しくさせてくれる最高のおばさんだ。そんなおばさんとはこんな罵り合いはしたくねえ。ここにいる誰だってそんなことは望んでねえはずさ。だろみんな。バトラ君に同じ意味のない罵り合いだね。多分これだけの人数が朝から一ところにずっと集まってるからみんなストレスが溜まってるんだよ。でしょうな。無理もないことです。言ってできるものではありませんが、なるべく皆さんリラックスしましょう。エヴァ、わしらも頭を冷やすべきとちゃうか。レシートの件は確かにお父さんの失踪を探る上で重要な手がかりになると思うで。警察が来たら話すといいやろ。そうね、そう。レシートの一件でつい鬼の首を取ったような気持ちになっちゃったのね。確かに夏日姉さんだけを疑うのはフェアじゃないわ。私たちだって等しく疑わしい。でもね、バトラ君、レシートの話だけは本当よ。これ忘れないでね。そしてこれがどういう意味を持つかもう一度よく考えてみてね。結局私たちはこんな推理ごっこしても意味はないのよ。だってどうせ警察が全て明かしてくれるんですもの。これ以上夏日姉さんも私の顔を見ていたくはないでしょ。私も同じよ。確か姉さんは昨日ゲストハウスに帰らなくて済むようにって客室を用意してくれたのよね。あそこはバスもトイレもあるし鍵もチェーンもかかる、横になれるベッドもあるし、主人もマリアちゃんとチャンネル争いをせずにテレビを見ることができるわ。お好きになさるといいでしょう。でも
くれぐれも用心を。ありがとう姉さん。そして余計なお世話よ。姉さんはみんなの監視をよろしくね。犯人はこの中に必ずいるんだから。そして姉さんも自分が監視をされていることをお忘れなく。捨て台詞はそれで十分ですか。ええ、十分よ。じゃあね、夏日姉さん。源氏さん、夕食になったら呼んでね。うん。源氏、かの、お二人を客室までお送りを。結構よ。送り狼なんて嫌だもの。むしろ。私たちが部屋に行くまで誰もこの部屋を出ないでくれる方が安心よ。ジョージ行くわよ。僕はここでみんなといるよ。ジョージ、この部屋に犯人がいるのよ。そんなところにいるつもり。この部屋を出るということは親族の誰かを疑うのと同じことだよ。僕はあんな恐ろしいことができる人間が親族にいるなんて信じない。ジョージ、あなたからも言ってやってよ。ジョージももう一人前の男や。そのジョージの仁義がこの部屋から出えへん言わせるならそれも買ってやろう。好きにさせたれ。父さん、今なら信じるぜ。手紙も殺人も全てベアトリーチェの仕業だ。いや、むしろ頼むからそうだと名乗り出てほしいぜ。19人目の仕業ってことにさせてくれ。じゃなきゃ俺たち18人はいつまでも互いを疑い合わなくちゃならねえ。これなら19人目の存在を信じる方がマシさ。扉も窓も開けずにじい様を外へ連れ出すなんて、ベアトリーチェならお茶の子さいさいなんだろう。そうだよ。魔女の前に扉の鍵なんて何の役にも立たないんだよ。ベアトリーチェは72中の全てに精通する。33位のガープは望む相手を望む場所へ瞬時に運ぶ力を与えるし、彼女にとってどのような密室に閉じこもった人間だろうと連れ出すことは難しいことでも何でもないんだよ。魔女はすげえな。頼むから、もしまだ事件を起こす気なら絶対に人間には無理なことをして俺に19人目を、いや魔女の存在を信じさせてくれよ。いいよ、あったら伝えておくよ。